お茶の水本校をはじめ全国の武田塾では講師の先生を募集しています。参考書学習で難関大学に合格した皆さん、次の逆転合格者を一緒に生み出しませんか？詳細は概要欄から。センター試験と共通テストの比較、リスニング編です。武田塾チャンネル。武田塾教授の中森です。今回も森哲先生にお越しいただきました。 Hello there。まあ、おそらく大反響になっている、あの共通テストセンター試験の比較の第2弾ですね、はいはい、どうしよう、再生数いってなかったら、はい、いやさすがにあれはもう業界の方々も皆さん見てくれるんじゃないかな。よかったです、はい、どうなってんのかよく分かんないみたいなところがあるとは思うんで、うん、今回もちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、リスニングはやはりその思考問題がすごい特徴が分かりやすかったというか、はいはい、そうですね、初見殺し感半端なかった、うん、試験だったと思うんで、本当そうです、はいはい、そこについてこう話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。まずセンター試験は2020年の問題、そして共通テストは思考問題の、まあ、一番最後に行われたものですね。こちらを、対象に比較しております。で、英語のリスニングですが、まず配点が、センター試験の時点では50点、まあ、英語筆記200点のリスニング50点でしたね。で、共通テストのリスニングには、100点。そうです、筆記100点、リスニング100点になると。そうなんですよ、はい、1対1になるとですね、はい、なのでこの配点自体は大学ごとにちょっと調整はできると、はい、そうですね、ということですね。で、試験時間は、リスニングの音声流れる時間が30分でトータル60分の試験になるという形ですよね、はい、ですね、はい、で、大音構成が今回その旧、リスニングセンター試験のリスニングでは大音4つだったのが、まあ、新試験の方では6個になっていると、はい、そうですね。ただ設問的にはそこまで増えてない、まあ、あ、そうですね、はい、っていう形にはなっているわけですね、はい、で、あと特徴としては、読まれる音声が2回音声と1回音声が、そうですね、その通りですね、はい、そこが、まあ、違うところですね。今までセンター試験っていうのは必ず2回読まれてたわけですけど、はい、なんかね、トラックが通った時とか騒音とかで聞こえなかった時に2回目を用意しておけばなんとかなるとかっていう、そんな理由だったらしいですけど、はい、なるほど、今回が1回しか読んでくれないですね、後半が。そうですね、だから ETS っていう、まあ、TOEIC とか TOEFL 作ってる会社っていうのは全部1回なんですよ、必ず。それがリアルだからってことですね、はい、音声2回読まれるなんてありえない。確かに日常生活でわざわざ2回言ってくれる人はいないですね。それに対してイギリス系のですね、ケンブリッジっていうですね、はい、IELTS とかケンブリッジ英検を作ってるところは絶対2回なんですよ、はい、なるほど。彼らの言い分としては、言い分って言わないですけど、彼らは一応教えるときに必ず全体をぼんやりつかむ、要旨をつかむですね、はい、っていうのが1回目、2回目に細かい情報を拾い上げていくって、はい、この2つの力を問うって言ってるので必ず2回流すんですよ、はい。でそういう感じで日本のも2回にしたのかなって思ったら、なんかトラックの音がとかっていうので、みたいな、そんな理由みたいな、はい、先に2回って決めちゃって言い訳考えてなかったのかもしれないですねなるほど、はい、なるほど。であとは読み上げている方が結構いろんな発音、イントネーションがあるんじゃないかっていう話もありましたね、うん、そうですね、はい、一応思考の中ではイギリス人もちょっとしか出てないですけどね、はい、少し登場して、あとは日本人が無理やり読んでました、はい、無理やりとか日本人が英語を頑張って喋ってるのもありましたね、はい、つまりイギリス英語、アメリカ英語と母国語英語じゃない人が読む英語っていうのが3種類混在する可能性があるってことですね。そうですね、まあ、はい、それだったらね、オーストラリアとか入れてほしいですけどね、はい、いろいろ、まあ一切英語圏の人が出てこない問題も出てくる可能性があるってことですよね、はいはい、そうですね、ケンブリッジ英検はあるんですよ結構、ノンネイティブ、あのスペイン語話者とかしょっちゅう出てきますね、はい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 、あ、偽日本語母国語話者が出てきますよ、はい、本当ですか。もうイギリス人の人が一生懸命日本語アクセントを真似しようと頑張ってるんですけど、はい、全然似てないいつも。なるほどそれは面白いですね、はい。で、あと難易度がこれ筆記と同じく第1問から第6問になるにつれて難易度が上がっていく形式っていう、ね、そうですね、はい、だから回数も少なくなって難易度も上がっていくっていう形になってるってことですよね、はい、はい。で、そんな形になってる共通テストなんですが、まあ冒頭でもちょっと言いましたが、かなりその形式がこう知ってないと大きく差がつくものになってたってことですね。はい、もう正答率発表されてるんですけど、思考テストのですね、はい、明らかにその大問の1問目の正答率が低いんですよ。なるほど。で、これは難しかったわけじゃないんですね、やり方が分かんないからでしょうね。なるほど。1問目これどうやって解いたらいいんだろう、ね、やっぱり2問目、はい、3問目で、まあそうですね、第1問の A も B もそうなんですけど、はい、こう上がるんですよね、正答率がこう上がってってるんで、はい、やっぱどうやって解いていいか分かんないっていうのがあったと思いますね。
いきなりこう何もよく説明されないままやらされるから、えこれ何すんのって言って最初の1問落として、2問目でああこうすればいいのかって把握してっていう感じになってるわけですね。そうだと思いますね。それが見えちゃいますね、はい、僕も見てて。なるほど。これはちなみにどこの問題も全部共通でそんな感じでした。あーまあ、あー従来の形式に近いものはそうでもない。そうでもなかったですね。従来の形式のやつはかなり、はい、最初から高い、はい、で、あと正答率が低いものといったら、まあ、音の引っ掛けを使ってるやつとか、はい、であと言い換え表現が難しいとか、はい、そういうのが目立ちますね、はい、あと推測させるやつとかめちゃくちゃ弱いですね。ああ、なるほど。もう聞くだけでいっぱいいっぱいで考えてる余裕がないって感じですかね。そうですね、はい、いわゆるこの出てきてない、まあ、リーディングにもあるんですけど、はい、そこに書いてない情報とか、はい、そこに出てこない聞いてはいない情報が答えになるので、はい、そこから推測するものなのでそれはかなり難しいですねじゃあトータルで、まあ、これ配点が倍になって、でも時間は変わらず、でも問題数増えるみたいな形の構成になったと思うんですけど、はい、全体的に難易度上がったと判断していいんですか。これは上がりました、はいはい、どう上がった感じですか。そうですね、まあ、後半が1回しか流れないやつがぐんと上がった感じですね、はい、でいろいろ聞いたんですけど、英語の先生たちとかにも聞いたんですけど、はい、やっぱ解けないって言ってる先生たちが多かったですね。なるほど。それは理由は何ですか。まずまあ出題形式がわからない、はい、一体何すればいいのか、このメモ用紙に一体何をしなきゃいけないですね、はい、っていうのが分かんない、はい、でそれで何って1回しか流れないんで、はい、一体私は一体何をすべきだったんだみたいなのが、はい、学校の先生たちも言ってました、はい、解けんこんなのはって。なるほど。もう初見で完全にいきなりこれを問題を渡されてやっていって音声流れても、いやいやいや何すんのよみたいな。そうそうそう、しかも1回しか読んでくれないから、もう意味わからないまま終わっちゃったみたいな。本当そうです。あのメモとかね、はい、東京外語大の、ね、過去問解いてた人ぐらいしかわかんないですあれ。どうやって。確かになるほど。もうディクテーション練習してないとみたいな話ですね。そうですそうです。そうなるとやっぱりそのチュートリアルみたいなものがもっと実際必要だったんじゃないかってところですかね。そうだと思います。本当に、はい、この問題はこういうことをやる試験で、こういう意図で読んでるからこういうことを聞き取ってねみたいな、はい、ただこれ仮にじゃあ対策をそれぞれの大問ちゃんと、あこういうものが出るからこういうことを聞き取ればいいんだってのが分かった状態で、リスニングの難易度としては実際どうなんですか、センターと比べると。あセンターと比べるとそこまで変わらないですね、はい、ほぼ一緒ぐらい、はい、やっぱり1回になってる分でちょっと難しいっていう感じですね。前半は難易度下がってるっていう認識でいいんですかね。そうですね、はい、ただ、まあ、あとはスピードがどうなってくるのか分かんないんですよ、はい、これ明らかに音を編集してるんですよ、思考問題絶対文をわざと空白入れてますね、文と文との間に。あなるほど。わざとゆっくりに、ゆっくりじゃなくてスピードはそうなんだけども、間に間が無理やり入れられてるっていうのになってるんですね。スラッシュリーディングのスラッシュが空白になってるみたいな。明らかにこれおかしい、不自然っていうところが何箇所もあったので、はい、そこがどうなっていくのかですね、うんうん、まあ、だからやっぱり普通に単語文法をやって聞こえるようにしておけばそんなに難しくはないんですけど、その速さとかがどうなるのか、はい、あとは情報処理能力をどこまで通っていくのかっていうので難易度が決まってくるかなって思いますね。なるほど。リーディングとリスニングですごい違いなんですけど、はい、リーディングって設問全部英語になったんですよ。はい。それに対してリスニングはそのやらなきゃいけないことがたくさんあるので設問日本語なんですよ、はい、だから4技能試験に近づけると言っておきながら日本語がいっぱい書いてある、はい、なるほど。だからちょっと4技能試験じゃないじゃんっていうのがすごいリスニングは思いました。なんでこのさリーディングは全部英語で、つまりネイティブにやらせても解けるわけですね。こっちのリスニングはネイティブやっても解けないですからね、意味わかんないですから、まあ、問題文の課題文が読めないわけですもんね。そうです、はい、で読んでもやっぱりその何やるのかわかんないから、いわゆるそのなんていうか、いきなり試験に入って英語力がある人だったら解ける入試だっていうと、そうじゃないってことですね。そうじゃないです、はいはい、ルール把握するところが先って話なんですよ。そうです、本当そう思います、はい、なんで一体何すればいいのとかね、まあ、まあ複数の答えがあるやつとか、はい、メモ取りだったりグラフだったりとか、はいはい、もう本当に何をやったらいいかがまず分かってないと解けないっていうことです、ね、もしこれ思考問題の傾向変わったら全滅するんじゃないかって話ってことですかね。ああ多分相当苦労すると思いますね、はあ、みたいなになると思いますね、はい、本来でもいろんなところのリスニング問題ってやっぱその普通4技能試験のリスニング入ってるわけじゃないですか、はい、今回のこの思考問題で行われたリスニングといわゆる4技能のリスニングっていうのはやっぱり4技能のリスニングの方がもう見りゃ何すりゃ分かるって感じなんですかね。ああそれが多いですね、圧倒的に、はい、やっぱりその4技能の方は日本語で書かれてないでも分かるってなってますからね、うん、例えば適切なイラストを選びなさいとか、はいはい、会話の正しいものを選びなさいとか、
ここで言ってることをこれ正しいものを選びなさいみたいな、そんな感じですかね。そのはもう見ればわかるみたいなのが多いと思いますね。そこがその問題文だけでわからないようになってることが課題って感じですかね。そうですね、まあ、だから無理やり指導要領でと、はい、に書いてあるものを問おうとしてるっていうのがすごいもう見てわかるんですね。その4技能試験と指導要領の間に挟まれたですね、板挟みディレンマみたいなですね、はい、そんな問題だなっていうのが解いてて思いましたね。なるほど。これはでもちょっとそうなるともう少しその4技能に寄せた問題にした方がいいって感じなんですかね。もしやるんだったらそうですね。ただ4技能の親玉さんがいなくなっちゃいましたんでね、はい、そうですよね、もう延期されちゃいましたんでね、はい、ちょっとどうなっていくのかねって思いますね。まあ、とりあえずでもひっきりスニング両方共通して言えるのは形式を詳しく知ってる人間が有利になってるっていう、そうですね、ことですね。リスニングは特にそうですね。リスニングに関しては有利どころか知らない人が単純にめちゃめちゃ不利になるって話になってるってことですよ。そう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 。リーディングはもうなんか読み直せますからできますけど、はい、リスニングはもう流れてっちゃいますからね。一回読みのところは本当に知らないとやることになります、ね、その通りです。てか今後これ形式変えづらいですよね、こうなっちゃったら。そうですよね、はい、どうすんですかね。変えたら全滅しますよね、だって下手すりゃっていう、ね、いきなりやること変わっちゃったらっていう。その通りですね。だから応答問題がまあなくなったんですけど、リスニングあった、はい、センター試験にあったんですね、はい、でまあそれが2020年は難しくなったんですね、はい、ただまあトイックやってる自分からすると、はい、おいトイックに比べればこんなのゴミみたいなもん超簡単じゃないかと思ったんですけど、はい、その形式がまあ難しくなったって言われてるんですけど、はい、これそれが消えてるので、はい、どこを難しくしどこを簡単に調整していくのかなっていうのはちょっと見ものですね。なるほど。これは本当にリスニング対策に関しては皆さんこうリスニングの参考書とかをやる人が多いと思うんですけど、はい、ただどっちかっていうと本当に共通テストならではの特徴を知っておかないといけないっていう、耳鍛えたところで形式分かんなかったら聞けないっていう状態になる可能性が高いってことはちゃんと分かっておかなきゃいけないってことですね、うん、そうですね。解けないですね、はい、もう耳鍛えても解けないみたいなのになり、はい、なるかもしれない、はい、しかしまだ1回も実施されてないテストなんで、はい、模試とか参考書でどこまで対応できるかっていうのは ね、まず基礎力はちゃんとつけるの大前提で、この形式に合わせた対策をちゃんとやることっていう、そうだと思います、はい、もう基本的なことではあるんですけど、そうしないとかなり不利になる可能性が出てくるって感じですか ね、 すごい感じました、はい、それは、はい、ということで、まあ、対策問題集はまた夏以降に一気に大量に出てくるかなとは思いますので、はい、まあ、その発売を待って、そうですね、キープがね、はい、実施された時と同じように、はい、よりゃーみたいなですね、今がチャンスだって言って大量にゴミみたいな参考書が、はい、出てくると、ぶっ込みましたね。、はい、まあでも本当にその初期の時代はですね、本当に玉石混交で、あの共通テスト対応と言っておきながらセンター試験のものしか載ってないとか、そういうものも結構あったりするかもしれないんで、ちょっとですねいろいろ見極めていって自分に最適なものをね、あの、まあ、竹田塾でもいろいろ紹介してきますし、はい、森先生のチャンネルでもおそらくこういうふうにやれみたいなことを紹介していくと思いますので、そうですね、はい、ぜひ、まあ、あの続報をお待ちいただければと思います、はい、ということで、まあ、あの対策が結構これ聞いとかないとおそらく、まあ、とりあえずリスニング見に来たらいいんでしょって思ってると、うん、ダメなところがあるんで、ちょっとそこはしっかりですね、注目してもらえればと思います、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。今回は以上です。武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい。校舎長は大学受験のプロフェッショナル、講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導、合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。